っててもちょっと今何もわからないけど、どうしたらいいの？コメントがさ、私の画面に表示されてないんやけど、どうしよう。ちょっと待って、これ一回縦にして、ああ、え？あー、来た、一回縦にしたら治りました。すいません。いやー、いつもはさ表示されてるんやけど、コメントが一瞬どこに行ったかわからなくなりました。でも治りました。こんばんは。うわ、すごい傘、ありがとうございます。やっほー、こんばんは。皆さんももしかして寝ますか？眠いですか？眠いんですか皆さん？こんばんは。毎日暑いねって、それな。髪チュルンってしてる、かわいい。ありがとうございます。実物見たらそうでもないです。パサパサです。半分寝てます。寝てる？みんな眠い？しおりちゃん見たら目が覚めました。お、入らなきゃ嫌だなって思ってたところです。なるほど、私もちょっとお風呂入らな。しおりちゃん見ながら夢の中へ向かいます。いってらっしゃい、夢で会おう。お風呂中、あ、一緒に入りたいな。何言ってんの。あー、この前公園、この前初めて公園で見て心打ち抜かれました。ハート、嬉しい。あれか、ツイッターでも言ってくださってた方かな。嬉しい、ありがとうございます。そう、この前超絶可愛いの公園かな。そう、本当にあの皆さん、この前は本当にあの超絶かわいいの公演の時、ね、あの最後まで出れなくて本当にすみませんでした。ご心配をおかけしたしまして、全然っていうか、まあ、大丈夫ですので、はい、ご心配なく。本当に、いや、もでもね、本当にね、最悪なことした、本当にごめんなさい。だってさ、いや本当に、いや、ほんまにこの前の公演はごめんなさい。ちょっとほんと自分の健康管理をしっかりしたいと思います。ほんとすいません、ほんとに。けどやっぱ公演見て、そうやってなんかね、心打ち抜かれてとか言ってくださる方がいて嬉しいですね。
ますます頑張っちゃうぞ。はい。嬉しい。でも心を打ち抜かれた人がいたってことは、これどうなんやろな。今お話し会、オンラインお話し会受付中やからな。来てくださったらもっとすごいことしちゃうんやけどな。お話し会初めて取れたので楽しみすぎる。待ってます。嬉しい。はじめましての方もね、嬉しいね。やっぱりお話し会しおりん前髪流すの神なんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今ねオンライン話し会がそう受付中なんですけど、本当に悲しいことに、見せた勝利は多分一番売れてないんじゃ一番売れてないんじゃ本当に。いや、そんなことないよってね言いたいところかもしれないんですけど、そんなことあるんですよ。はい、すいません。なのでは、いぜひオンライン話し会来てくださると嬉しいです。もう楽しい時間にすることはお約束しますので、はい、ぜひよろしくお願いします。まあ、始めましてさせていただきたい。ぜひ人助けだと思っていやでも本当にもっともっと私のことをね、少しでも多くの方に私の内面ももっともっとなんか知っていただき、鑑定ですいません、知っていただきたいなって思うし、どんな人かなとか、いろんな人と出会いたいよね。何言ってるんやろそう、今はね、まあ、またね、そう、ここにだって天使はいる公演がまたね、やったりとかもありますし、今後何があるか分かんないですから、もう話すためにぜひ、そう、感想とかもね、話すためにぜひ、はい、下手か、営業下手か、文集力がないんじゃ、何が、そう、急にね、もう手に入らなくなるか、いつ入らなくなるか分かんないですからね、皆さん、本当に今のうちに、はい、入手しときましょう、私のオンラインお話し会は。はい、でも本当にリアルな話、そうやな、これモモ場面には書いたことあるんですけど、ちょ、本当にオンラインお話し会は、終わった人からね、席、そのみんなでやってる場所から楽屋に戻っていくんですけど、そうそう、その私はほとんどいつも一番にオンライン話し会が終わっちゃうので、そう、ちょっとね、悲しいんだよね。楽しく生きたいよねっていう、はい、ね、ほんでここてんも、
ここになって天使のエル公演2021がやりますやられます。わーい。質問いっぱいしていいですか。ぜひ。どこでか知らんけど、ぜひ。そう、ここにだって天使がいる公園。いやー、私はね、そう、お昼、その公園は昼夜とあるんですけど、お昼の方だけ、はい、出させていただくんですけれども、もう何年ぶりでしょうね、ここ店は。3年ぶりとかかな。最近大人っぽいですね。ありがとうございます。何年ぶり。そう、でも16人公演もめちゃくちゃ久しぶりやから本当に楽しみやし、皆さんも楽しみですよねえ、だってそうじゃない。まずここでってだけでもめちゃくちゃ楽しみ。カトレアぶりですね、ここで、ここ点は、うん、振りとか覚えてる？ここのポジションの振りをやってくださいって急に言われたら無理やけど、サビとかはちょっとなら覚えてるかな。そうだから、また思い出さないといけないんで、はい、汗あれね、どうなるんやろうね。そうそう、曲中に衣装を脱いで客席に、ファンの方が座ってるとこに投げるっていうフリーとかもあるんですけど、この公演はね、今のこのご時世、そこの部分どうするんとかめっちゃ気になるな。ユニットは何でしょう。夢のデッドボディ、何度も狙え、おニューのおばばき、ジッパー、この世界が雪の中に埋もれる前に、どれでしょうね。まあデッドボディはないとして、なんやろうな。お楽しみに。うん、私はできて嬉しいけどなって感じです。ユニットの感想。ご期生ってジッパーやって、おお、なるほどね。何度も狙いが久しぶりに見たい。うんうんうん。おニュー予想で。なるほど。グラビア選抜、そしてジッパー希望。ふむふむ。そう、もう何するかは分かってるんですけど、おニューの上履きがいい。おニューは、いや、私公園でやったことあるっけ。おニューあるか、何回かあるのかとか、ミオリンさんの卒業コンサートでやらせていただいたぐらいかな。おニューあんまりないよね。何度も狙いはね、ズボン落ちちゃった事件あるしな、恐怖あれは。でもね、本当にここてんさ、なんて言おうとしたっけ、ちょっと忘れた。先週のウィンクの公演行ったよって、お、ありがとうございます。先週、ありがとうございますね。まだウィンク次の公演は決まってないんですけど、いつやろうな。
7月11日か。もうすぐやな。5点時計が、もう私のこの配信ってなんで時計さ用意せずに始めちゃうんやろうな、本当にあかんわ。23時43分ありがとうございます。あと今は23時43分ありがとうございます。今はYouTube での方でWinkのとか、まあ他のグループもなんですけど、360度カメラで撮影されたしだれ柳の動画が、歌ってる動画が上がってるんで、ぜひそれも見てください。あれね、本当に私あれ一つ言わせて多分他のチームでもさ、チームはカメラの位置が多分違うところとかもあったりして、ウィンクはなぜか私は360度カメラに立ち位置を奪われるということが起きてました。私は、はい、奪われた。本当は本当にカメラ踊ったらね、カメラに当たっちゃう場所なんですよ、立ち位置が。そうだけど、まあ、当たられないようにしたら、360度カメラにステージ立ててちょっとポジション奪われるなんて思わんかったわ。そんなことないと思ってたんやけど、ちょっとびっくりしましたでもまあその分本当にカメラここで踊ってましたからね。私もそれがここは嘘やけど、本当にここにあって、そうめっちゃ美味しい位置でやらせていただいたので、はい、ぜひたくさん見てくださいめっちゃ映ってた。あれはね、人が持ってたんじゃなくて上から吊るされてて、そう棒で。鼻の穴だからさ、めっちゃ映るからさ、カメラここやからさ、もうどっからでも顔が見えちゃうからさ、鼻膨らんでるタトとかさ、もう絶対見えてたよな。ほんと恥ずかしい。あれ360度近すぎてにやけた。まあ確かにあれ、あのカメラは確かにそうやな、私とじゃあ同じポジションで踊ってるサビとかはねっていう気分が味わえるってことですね。確かに確かにそういうことです。だから皆さん YouTube 見ながら、あしおりちゃん公演中サビの部分はこういう風にファンの人が見えてるんやなっていう感じでもぜひ見てみてください、はい、意外とね、そうゼロでセンターと被ってたり後ろの方でもね、意外と隙間から結構見えてんのよ皆さん見えてるんですよ。違う、この子ことチラチラ見てたら見えてますからね本当に、はい、あの360度映像を見ていただいたら分かると思うんですけどつむじ見られんのめっちゃ恥ずかしかった。ほんで千尋さんがカメラ目線してんのもめっちゃ面白かった
でもいいですね、なんかああやってステージからステージ目線で見れることなんてそんな多分ないやろうから。そうね、アイドルのそうつむじもね、上からもこう見えるんで、そうね、アイドルのつむじ見れることもレアなんで、見てみて、みんなももっともっと見てみて。半年公演入ってない、そんな、ぜひ来れそうなら早めに来てください。その髪の長さ似合ってるねって、ありがとうございます。伸ばし中です。ロブまで伸ばします。ロブ目指してます。ロブって多分ボブとロングの間みたいな感じだと思うんですけど、横顔がめっちゃ綺麗、ありがとうございます。マジかよ、マジかよ。なんか今日は面接のようなティーチャーのような雰囲気。確かに確かに、なんかちょっと確かに、ロブって言葉初めて知った。私もでも最近知りました。メイクさんに髪伸ばしてんのって聞かれて、そうなんですって言ったら、ロブにしたいんやみたいな、そう言われて知った。グラビア見たよって、ありがとうございます。ぜひ感想はオンラインお話し会で聞きたいな。いけない家庭教師みたい。いけないこと教えちゃおうかな。やめて、これ親見てんねん。知らんけど多分見てるから、変なこと言わせんといて。勝利ちゃんがいるからここでの昼公演行きたいって待ってるよ、嬉しい。ペンライトは何色ですか？ペンライトは一応、白と緑でやらせていただいております。はい、白と緑でぜひたくさん振ってくださると嬉しいです。そのペンライト、まあ、うちわだとね、どうしても上の方というか上の階の後ろになっちゃうと多分見えにくかったりもするので、でもペンライトだったらもう 100% 見えるんで、はい、ペンライトぜひ振ってください。あ、劇場だったら全然うちわも後ろの方も全然見えるんですけど、確かにネギカラーで覚えていただいたら分かりやすいですね。とりあえず焼き飯とカレーライスとチキンカツ食べるわ。お、いいっすね、こんな時間に元気ですね。そう、白と緑、はじめまして、はじめまして、どうも、水田しおりです。水田しおりです。
なんかうわすごい虹がかかった、ありがとうございます。虹か、最近全然見てないな。こんばんは。ちょっと待って、時計持ってくるわ、もうそろそろ毎日時間を教えてくれる、ありがとうございます。無事あの時計は確保しましたので、こんばんは。だけどコメントもしおりちゃんもギャグ戦なんちゃらすぎて笑ってる、ありがとうございます。嬉しい、こうやってなんかどんどん初めましての方も増えていくといいな。うん、マジでね、ストローあるある、確かにこれも安定のルイボスティジャスミン派です。ジャスミンティーも美味しいよな夜寝れなくならない？あ、いや、あ、カフェインゼロって書いてある。信じていいかどうかは知りませんけどカフェインゼロって書いてるから多分大丈夫。あ、初見ですよって、ありがとうございます。オンライン話し会受付中です、ツイッターまで明日ルイポスティ買わせてもらいます。しおりちゃんと同じも飲み物を胃に入れたい、入れよう。危ないオタク、いやいや嬉しい、なんかねそうやってなんていうの、え、でもこれはめっちゃ嬉しいなって思うことなんやけどさ、よくさいるじゃん、他のファンのメンバーのファンの人でもさ、例えば出口だったらさ、出口がこれ食べてたから私も今日これ買ったよとかっていうのをいいねしてるのとかを見たらすごいいいな、私もなんかそういうのファンの人とファンの人にしてもらいたいなって思ったりしとったから嬉しい。やってやって、どんどん。今日は何食べましたか？今日はルイボスティー飲みましたルイボスティー飲みました。最近飲み物がご飯なんです、ごめんなさい。やばい、もう57分や。ちょっとあれ読みますね、ランキング。13位、キティメロさん。12位、エイジさん。11位、シュンさん。10位、アオイさん9位、サユさん。8位がナバテさん。7位がシンゴさん。6位がトラキーさん。5位がマングースさん。4位がカンちゃんさん。
3位がてっちゃんさん、2位がイートさん、そして1位が味方嬢さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。真似して飲み物主食にしてみようか。やめた方がいいあのマジでやめた方がいいよ。体が動かなくなるからマジでやめた方がいいですよちゃんとご飯食べてください。皆さんは誰が言うとんねんって話だけど、ダイエットはねしてないんですよ。してないっていうか、いやしたい、してないって言ったらあれやな、してはないか。食べ物でのダイエットは特にしてないです。やっぱあと1分やで、みんなみんなあと1分やで。どうする、何する。今日も一日お疲れ様の舞。何それ。今日も一日お疲れ様です。また配信します。スクショタイム。今日のまつげはこんな感じです。じゃあね、おやすみなさい。一日お疲れ様でした。終わったかな。え、まだ？